ビスマル。すごいよ。こんにちは。高橋かりんです。この番組は高橋かりんのすごいよレベルを上げていくことで美味しい思いをみんなで共有していくレベルアップバラエティです。ここどこ、はい、ということで実は今回は茨城県にある木漏れ日の森茨井戸内のシルバニアパークに来ています。イエーイ、私の誕生日ということで前から気になっていたシルバニアパークに連れてきてもらいました。ロケに出るのはですねファンディスクの撮影以来ということで2年半ぶりということです。しかも本日は休園日に特別に撮影させていただいているので貸し切り状態です。はい、ビスマルもいます。はい、はい、ということでお休みの日に本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちなみに休園日ということでお店など開いていません。残念。イバライドにバライド限定 の、 あのリスの兄弟のお出かけセットっていうのがあるんです。ちなみに他のやつはシルバニアオンラインで最近2周年で買えたんで買いました。はい、ということで今週と来週の2回に続けてかりん誕生日直前スペシャルとしてここをシルバニアパークからお送りします。イエーイ、拍手したいけどリスマルがいるからできん。それでは早速行ってみましょう。すごいよかりんちゃん、今回もよろしく。はい、というわけで早速シルバニアパークの中に入っていきましょう。ここは入り口なのでね。はい、以前から話題では出していましたがいざ来てみての印象はだって入る前に聞くんか。ワクワクです。早く入りたいからいいですか、もう行って。リスマル連れてきてるよねえ、すごいって言ってる。お邪魔します。今日の日記書くって皆さんご存知だと思いますがショコラウサギの女の子です。ショコラウサギの赤ちゃんです。おリスマルと同じ服着てる。ほら立つかな、立たない。こんにちは、こんにちは。もう私は個人的欲望丸出しで写真を撮ります。これはあの台湾ロケに行った時しか登場していない。かわいいですね。さあ、じゃあいよいよパークに入ります。おー、皆さんどうぞ。はい、イエーイ、来ました。ついにベビーカー置き場ある。かわいい、全部がかわいい。どこに進んでいいの。まずはこれかな。ここで、ここで写真撮って。ここでちょっと待って、ここ濡れてるから座れない。イエーイ。かわいい、夏だ、夏のマークだ。かわいい。もうカメラのバッテリーが死にそうです。はい、かわいい。きっとここさ、季節によって変わるんだろうね。柄がフェネックの赤ちゃんです。最近仲間になりました。あと一番新しいのはフレンチブルドッグのファミリーで、なんか白っぽい子と、いろんな色の子がいます。はい、ではこっちに入ってみたいと思います。ここは丸太小屋記念館。はい、丸太小屋記念館は何ですか。今までのシルバニアがいっぱいあるんだ。かわいい。
あ、ほら、え、年代別にいろんな写真がある。確かシルバニア1984年、5年とかに初めて出たんですよ。その時はおうち1種類とファミリーが出たんですよね、確か、おそらく。で、シルバニア店で見ました。ここにいっぱい飾ってある。あ、お医者さんシリーズだ。ミルクウサギのお医者さん、かわいい。かわいい。めっちゃ黙るやん、しゃべれ。ここなんかやってるよ。あ、ほらゴージャスさんがくれたあのポニーの子たちの、なんかすごい前向きになってるね。すごい前のめりになってない？の子たち、かわいい。この子はきっとペルシャ猫の女の子が髪の毛つけたバージョン。あ、ここに書いてあるじゃん。フレア、サリー、ライラ。かわいい。いろんなシルバニアが展示してあるんだ。いっぱいいる。さっきね、シルバニアパークの秘密100で見た。ここに82人いるんだって。いろんな赤ちゃんとかファミリーがいます。じゃあ次の場所に行きたいと思います。次はどこに行けばいいんだ？何？ただ来ただけでは取れ高がない？かつて君町で身につけたレポーター能力を見せろ。いやだ、誕生日スペシャルだからただシルバニアパークを楽しむんだなど抵抗ありつつ。はい、ということでなんかミッションがあるみたいです。見てみましょう。こちら、シルバニアパークで映える写真を撮れ。もうすでにやってる。はい、ということで、せっかくの貸し切りロケなのでスタッフさんの協力も得てゴリゴリに写真を撮りまくっていこうという企画です。気になるところがあったらバシバシ写真を撮っていきたいと思います。撮った写真は番組内で紹介したり、現在制作中のせっかしょカタログ2022に掲載されます。リスマルを連れているのでシルバニアパーク内でかりんちゃんの相棒リスマルの映える写真を撮ってください。一番お気に入りの写真は番組の最後で紹介してもらいます、だって。はい、これはじゃああれか、私が写って映える写真を撮ればいいってことね。そういうことね、了解。はい、じゃあ映える写真を探しに行きましょう。もう、どうしようね。あとここだな、このこれで、このとにかく次、あー、いえ、もみこみみ。この子たちです。この子たちがあの茨色のシルバニアパーク限定のリスの兄弟らしい。リスマルも一緒に写ろ。リスマル、かわいい、かわいい。見て、地図あるよ。こちらに地図があります。地図を撮りましょう。リスマルも参加。今いるのは丸太小屋記念館だから、赤い屋根の大きなお家、森の楽しいお家。どっちから回ればいいんだろう。悩ましいね。とりあえずお家に行くか。あ、てかここだもん。ここで写真撮りましょう。ありがとうございます。サマーフェスタ、この子たちあれです。まあ真ん中は皆さんご存知の通りなんですけれども、あの上にいるのはですね、妖精です。お花の妖精で、なんか私は持ってないんですけど、トイザラスで売ってる森の
なんか木のお家みたいのがあるんですよ。ツリーハウスみたいな。それについてきます。昔はなんかこう小さいやつについてきたらしい。じゃあ行ってみましょう。わー、あーあー、かわいい。待って、どっから行ったらいいかわからない。ここから行く、まず。かわいい。これ最近のやつ。最近のテーマは遊園地とマーメイドで、この子たちはうちにもあるこのマーメイドキャッスルを買うとついてくるんですよ。なんかこうやってこのお城のところに棒を刺すとこがついてて、なんか胴体をガシッてガシッてだってこう宙に浮いてるみたいになるんですけど、それがめっちゃ可愛くて、え、かわいい、かわいい、赤ちゃんかわいい、え、かわいい、かわいい、真珠とか持ってて、みんなかわいいです。では続いてこちらは男の子、チョコラウサギの男の子と赤ちゃん、かわいい。映える写真むずくないですか？映える写真どうしたらいいんだろう。これ赤い屋根の大きなお家だ。入っていいのかな、入れるのかな。ちょっとなんか喋りそうだから、ここに行ってみる。赤い屋根が綺麗だね。リスの男の子が喋ってます。ほんと、あっ入れた。こんにちは。あ、すごい。ちょっとどうしよう。はい、え、かわいい、すごい、え、かわいい、え、これ見て、これかわいい。コーヒーに柄がついてる。赤ちゃん、三つ子の赤ちゃんが寝ているよ。ゆりかごには触らないでね。へえ、かわいい。ほら、お母さんいますよ。お母さん、食卓、元気な食卓。え、ここ座ったりできるのかな。さすがにできる。あ、動くってことは座っていいのかな。大人座っても許される。じゃあここで映える写真を撮りたいと思います。かわいい。男の子とお父さん。見れるんだろうな、きっと。上にきっとお風呂が入ってるショコラウサギの誰かと
柴犬の誰かがお手洗い的なバスルーム的なのがあります。かわいい。あとこっちにペルシャ猫の赤ちゃんとリスの赤ちゃんいる。あーでも角度的に撮れないけど、かわいい。私ここで写真撮ってほしい。撮ってくれなかった。笑ってる。みんな笑ってる。よし、次の場所に行こう。でも可愛くて行けない。外から回ったら上見えそう。可愛い、めっちゃ可愛い。なんていうの、貸し切りじゃなかったらこんなこう全ての全体をさ、きっと撮れないよ。もうすごいことだよ。かわいい。お、待って、こっから、かわいい。自分映る。あ、でもこれが逆にエモい写真かもしれない。みんなも写ってる、思い出写真。どっから回ったら上行けるんですか？行ってみよう。よし。あ、ほんとだ。待って、糸電話って書いてある。誰と糸電話できるんだ。よし、階段気をつけてくださいね、みんな。なんかこれなんかシルバニアパーク、シルバニアパーク100のなんとかに書いてあった鳥な気がする。見てみよう。あ、かわいい。これでもさ、どうやって無理だね、これ写真ね。こういう時ってどうやって写真撮るんですかね。なんか自分が反射しちゃってさ、ほらね、難しい。でもかわいい。かわいい。自分なんだよな。撮れないけどかわいい。自分なんだよな。無理だね、無理だ。かわいい。なんかボールプールで遊んでるみんな。かわいい。ショコラウサギのお父さんかな、お母さんかな、みんなで遊んでます。かわいい。降りてみよう。続きまして、ヤギさん、郵便局だ。お家で帰ってきてくれたお手紙ポストに入れてね。郵便配達のヤギのお父さんが届けてくれるよ。お手紙はお返事付きで掲示板に貼り出されるから、また遊びに来て見てね、だって。ちょっと写すのはあれだけど、私がなんとなく見るね。ちゃんとなんかショコラウサギの女の子のフレアちゃんに、フレアちゃんなんとかってお手紙書いたら、フレアちゃんから何々ちゃんありがとうっていうお手紙の返事が返ってきてました。すごっ。私これ撮る。
かわいい。リス丸もちょっとしまわれるわ。かわよー。かわいい。ちょっとここにリス丸立たせようかな。リス丸はいつもビニールの靴履いてるんですけど、なんでビニールの靴履いてるかっていうと、どこにでも立たせられるからです。かわよ。みんなからのお手紙もいっぱいあってほっこりしますね。ではでは続いて、この井戸がさっきからさ気になってんのよ。これ何なんだろうね。井戸でしょ。不思議な井戸、そっと中を覗いてみてね。何が見えるかな。だってえ何が見えるの。わかんない。リスの男の子がいる。なんかブラジルの人聞こえますかって感じ。これはさ、花園ウサギじゃない多分。あ、野の花ウサギだっけ。名前どっちだろう。あ、みんないるじゃん。これ映るかな。あ、映んないか。あー映んないや。え、かわいい。なんかお水の中からみんながボワって浮かび上がってきた。かわよー。じゃあ次に行こう。あっち。暑い日はアイスクリームが食べたくなりますね。そんな時はあちら。見て。かわいい。あのね、あの子たちはこの間赤ちゃん総選挙っていうのがあったんだけど、赤ちゃん総選挙で上位3以下なんかに選ばれると、上位3以下なんかに選ばれると商品化しますよっていう企画があって、その時に2位かなぐらいになったアイスクリームの赤ちゃんたちです。え、かわよー。初めて見た。え、かわいい。アイスクリームの赤ちゃん見ました、みんな。あとこっちのペンギンの赤ちゃんは最近入ったペンギンファミリーの家族です。なんかこの2人は確かボブスレーに乗ってるの。うちにもいます。眩しい。かわいい。クマさんいるよ。クマの男の子、名前は多分ジェイソンです。え、これポップコーン持ってるじゃないですか。なんかポップコーンのポップコーンワゴンっていう商品があって、ヤギさんが販売してるんですよ。そのポップコーンです多分。あ、ジェイソンはこっちだ。クマの赤ちゃん。ね、かわいい。あ、このさ、この紐がかわいい。ペロペロの。うん、かわいいね。あ、妖精いるじゃん。さっき話してた妖精。あ、ね、フレアが妖精の絵描いてる。え、私家でさ、ずっとさ、シルバニアのさ、歌聴いてるっていう話したっけ。なんか
今日もシルバニアパーク100の秘密に書いてあったんですけど、なんかどっかでエブリハピネスっていう歌が流れるらしい。めっちゃ上手なんですけど、フレア見てください。このひまわり上手すぎるな。かわいいキリンだ。こっちからも撮っとこう。一生懸命フレアが絵を描いてるところ。かわいい。ほら妖精いる。だって聞こえました。私はお花の妖精です。今日の帽子はひまわりなんだ。かわいい。ひまわりには縁がありますから。キリン、キリンキリン、かわいい。ちょっと後ろにフレアも映っていい感じ。私ここで写真撮ってもらいたいです。かわいい。キリンファミリーはまだあんまり持ってないんですよ。なんでだろう。ファミリーで買ってないからか。かわいい。あちゅー、ありがとうございます。映え写真コンテスト優勝するわ。これはちょっと不安定なところは危険。聞こえるよ。誰誰、ラルフ、上を見て。ゾウさん。第242回かりん誕生日直前スペシャル前編、いかがだったでしょうか。久しぶりにロケに来てすごくお天気が良くてですね、暑いなっていう感じだったんですけれども、風が吹いてこうのどかな感じといいますか、木々がいっぱいあって、なんていうのかな、こう空気が涼しい感じがして楽しかったです。番組ではメールを募集しています。お誕生日メールはスタジオでの収録に戻ってから読むのでまだ間に合うということで、どしどし送ってください。そして番組のツイッターのフォローをよろしくお願いします。フォロワー数100ごとにレベルアップ。現在確定しているおいしいことはレベル240で、すごいよかりんちゃん専用装飾用アイテム購入決定となっております。みんなの力でレベルアップさせてください。お願いします。ということで今回はここまでです。高橋かりんでした。バイバーイ。来週も引き続きシルバニアパークからお送りします。バイバーイ。時間が来たね、ありがとうだよ。